はい。皆さん、こんにちは。えー、とうとう、来週、フェブラリースエイクスが行われます。さて、一番の楽しみは、インティーですよね。このインティーについて、少しお話をしたいと思います。えー、昨年の暮れのコバの G1 なんですが、えー、チャンピオンズカップにインティーが出てきました。ここ3着ですね。 その隣枠、隣馬番のクリソベルが1着となります。そして中山大障害でトラキアンコードという頭文字がトーでお尻文字がトー。この馬の隣シングルマイケルが2着になります。そして有馬記念で奇跡、頭文字がキ、尻文字がキ、この隣がサーツルナリアが2着となっています。そして今年のね、令和2年。 初めての G1 コバですよね。コバの G1 ですから、有馬記念の次になります。えー、一つホープフルが入るんですが、ホープフルは2歳ということで、えー、ここは省いて考えています。えー、フェブラリーステークスにこのインティが、も、ま、う、あ、まず一番人気として扱われると思います。でもですね、この3つを見ていただくと、隣馬番。 が、あの、来てるように見えるんですが、えー、さて、これでいいのかどうかをずっと考えていたわけなんです。えー、そして、先週、今週とメインレース、その他のレースを見ているとですね、ちょっと考え方を変えていかないとダメなんじゃないのかなと、そんな風に思っています。その理由をですね、これからちょっとお話をしたいと思います。 えー、奇跡。えー、この、隣、次はですよね。この、この枠は五枠、隣枠五枠が来てます。えー、そしてトラキアンコードも隣枠の4枠が来てます。えー、そしてインティのチャンピオンズカップも隣枠が来てます。えー、隣馬番も来ていますが、隣枠になっています。これがミソですね。えー、その後ですね、インティの、出ていったレースを見てみましょう。えー、東海ステークスに、えー、出てきました。 今年になってですね。えー、そして、インティは3着になっています、えー。そしてですね、隣枠の8枠のベンジエンスが2着となっています。えー、そして、その前はチャンピオンズカップですよね。えー、そして、隣枠のクリソベル。隣馬番のクリソベルになっています。1着ですね。えー、その前は、ミヤコステークスになっています、えー。インティは8枠に乗っています。16番、大外ですね。 隣枠のベンジエンス、1枠1番が隣馬番ですが、隣枠のベンジエンスが1着となっています。これが、えー、インティの過去3層ですよね。ということは、隣枠というのにも十分注意が必要だと。今年になって東海ステークス出てきて3着に乗ってきて8枠が2着になっているということを考えないとだめだと思います。なんだ今まで隣馬番、隣馬番出ているのに、今度は隣枠か。 だんだん広がってるじゃないかという考え方もあのおっしゃる方もおられると思うんですがここは重要なところだって、えー、ちゃんと見ていかないとダメなんだと思っていますそしてですねこのインティにですね、えー、川田騎手が乗っていたのがですね今年ですね今年っていうんですかね武豊騎手が乗ってきますさてこの武豊騎手がまた一つ問題なんですね ちょっと、ここから武豊騎手についてお話をしたいと思います。これはですね、えー、昨年の暮れからーの G1 を並べています。いきますね。武豊騎手有馬記念で乗ってきまして、えー、7番乗っていまして、隣枠、3枠が1着、 えー、5枠が2着なんですね。この意味分かりますよね。えー、今度、竹豊がサーサイハイに乗ってきましてですね、えー、隣枠の3枠が6番が1着、隣枠の5枠が3着、自身が2着ですよね。えー、そして、えー、阪神・ジュメナイルに1番乗ってきます。そして、隣枠の2枠4番が1着となります。 その前のチャンピオンズカップですね。これがインティですね。えー、隣枠の3枠が 1, 1着となります。その前ジャパンカップですね。8枠に乗ってきました竹雄高騎手。隣枠の 1, 1枠がジャパンカップで1着となっています。その前はですね、えー、6枠ですねマルイ。マイルチャンピオン。 ということで、隣枠の7枠が連帯をしています。はい。えー、こうしてみるとですね、昨年の川崎市を思い出します。2019年の春、川崎市の隣枠ということで、狙っていた川崎市の隣。その前の年も川崎市ですね。この、これがずっと川田、2018年、2019年と、この役割を川崎市がしてたんですね。今年はですね、 竹豊騎手がしてるんじゃないかなと。そのインティに今度は竹豊騎手が乗ってくると。そんな感じで今年のフェブラリーを見ています。ということは、隣枠要注意だということになります。ただ、頭文字が尻文字の馬が、えー、隣を教えるんじゃないのかと考えていたんですが、これをですね、えー、他の メインレースで、えー、今日のですね、まず土曜日から行きましょうか。土曜日の、ムーンチャイムっていう馬がいるって言ってましたよね。この隣枠の2枠の3番4番が1着2着です。隣馬場も来ています。隣枠も来ています。そして最終レースのクリムズンフラッグっていう頭文字がく、尻文字がくっていう文字が持ってる馬の隣もいいんじゃないのかなというお話もしていましたが、ここ。 あのね、星雲リリシーっていう馬がいるんです。このリリっていうね、続けた文字。この頭文字尻文字が同じっていう意味よりリリも、あの、続いた文字。同じ文字が続いてる馬も同じ意味合いを持つと。頭文字尻文字が続いてるっていうのと同じように中で続いてるっていう意味ですね。そういう意味でこの星雲リリシーっていう馬の隣枠、四枠が 2着で、えー、隣がこの日、結構、クイーンステークス、クイーンカップの日にかなり、えー、こういう馬がいましてですね、全部チェックをしていました。朝はですね、当選マイベスト、頭文字がと、そしてお尻文字がと、えー、この隣枠が2着、3着。クロッチと当選リズムがこれ2着、3着。で、隣のワンが富ンレゲンダで1着となっています。 これが隣が1着3着、隣枠が2着ということですね。えー、他のレースもかなりあったんですが、えー、こういう風になってるんじゃないのかなと。隣枠にも要注意になってるんじゃないのかなと。そしてですね、今日行われましたですね、今日行われた京都記念ですよね。京都記念の前のレース。えー、カレンカカっていう馬がですね、北山ステークスに乗っていてですね、カカですよね。 頭文字も尻文字もカカカカ。これカカカカカですよ。これ三つですよね。カレンカカ。え、隣馬番が来るのかなと思っていたんですが、これがですね、隣枠の4枠のベストタッチダウン。もうこれでいいんですよね。隣枠、これベストタッチダウンがかなり人気していました。当然来てもおかしくない馬なんですが、横枠、隣の枠にカレンカカっていう馬がいるっていうことなんです。 最終はこのロート数が並んでるところが2着なんですが、まあもうこれはちょっとまた別の話なので置いときたいと思いますえ。そしてですね、他のレース、どれでしたっけね、えー、共同通信杯ですか。今日の共同通信杯ですが、えー、心の灯台っていう馬がいました。このここも連続の文字ですよね。この隣がビターエンダーか新軍ンンバズーガだったわけですで。これ横がビターエンダーが2着。 ということですね。ここ。ここ。かか。そしてですね、北九州短距離では今日、シバージ。シバージっていう頭文字が C で、お尻文字が C。この馬がいます。そして、7枠に名称、和姫えという馬がいました。これがですね、隣馬番をさ教えるのか、隣枠を教えるのか、ここが重要だったわけですね。今日。ということで、結果はシ、シバージ。 これが1着なんですが、隣の馬場は着てません。名将和姫の隣の馬場も着ていません。この隣枠、芝字の隣枠の名将教授、これが2着なんですね。そして名将和姫の7枠の隣の8枠が3着になっています。ということは、今度インティが来週必ず出てくるわけなんですが、あの人気にするでしょう。インティの隣枠に、 要注意だということをこういうレースでですねあの教えてもらってるんじゃないのかなと。ですね。そういうインティという頭文字が同じ尻文字が同じ「イっていう文字を持ったインティの今回のフェブラリーの使い方使われ方そしてそのままに武豊騎手が乗ってくると。 もうこれでお全立てはできてるんじゃないのかなと。これが2 0あの令和2年初 g1 のフェブラリーステークスの肝という。もう,もう中心になるサインじゃないのかなと思っています。いかがだったでしょうか？まあ、このどどういう結果になるのかは、もう今週のね。来週の日曜日に、えー、結果が出ますので、えー、それまでちょっとワクワクドキドキして待っていたいと思います。 どうですかね皆さんも出馬表が、どんな出馬表が出てくるのか、えど,んなどんな馬がインティの棚山馬に入るのか、棚山馬,馬に入るのか、これでちょっと楽しみになっていただけたら嬉しいなと思います。はい、えー。今日はこの辺りで終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。